皆さんは母に言われた言葉で、今でも覚えている言葉はありますか？今回の話は、母からの支えの言葉、衝撃的な展開に感動するお話だよ。ぜひ最後まで見ていってね。僕が3歳の時、父が亡くなり、その後は母が女手一つで僕を育ててくれた。仕事から帰ってきた母は疲れた顔を見せずに晩ご飯を作り、晩ご飯を食べた後は内職をした。毎晩遅くまでやっていた。母が頑張ってくれていることはよくわかっていた。だけど僕には不満もいっぱいあった。僕が学校から帰ってきても家には誰もいない。夜は夜で母は遅くまで内職。そんなに働いているのに我が家は裕福じゃなかった。遊園地にも連れて行ってもらえない。ゲームセンターで遊ぶだけの小遣いももらえない。テレビが壊れた時も半年間買ってもらえなかった。僕はいつしか母にきつく当たるようになった。おいとかうるせえとか生意気な言葉を吐いた。ババアと呼んだこともあった。それでも母はこんな僕のために頑張って働いてくれた。そして僕にはいつも優しかった。小学校6年の時初めて運動会に来てくれた。運動神経が鈍い僕はかけっこでビリだった。悔しかった。家に帰ってきて母はこう言った。かけっこの順番なんて気にしなくていい。お前は素晴らしいんだから。だけど僕の悔しさはちっとも収まらなかった。僕は学校の勉強も苦手だった。成績も最悪。自分でも劣等感を感じていた。だけど母はテストの点や通知表を見るたびに、やっぱりこう言った。僕には何の説得力も感じられなかった。母に食ってかかったこともあった。何が素晴らしいんだよ。どうせ俺はダメな人間だよ。それでも母は自信満々の笑顔で言った。いつかわかる時が来るよ。お前は素晴らしいんだから。僕は中学2年生になった頃から仲間たちとタバコを吸うようになった。万引きもした。他の学校の生徒と喧嘩もした。母は何度も学校や警察に呼び出された。いつも頭を下げて。ご迷惑をかけて申し訳ありません。と謝っていた。ある日のこと、僕は校内でちょっとした事件を起こした。母は仕事を抜けて学校にやってきていつものように謝った。教頭先生が言った。お子さんがこんなに悪い子になったのは、ご家庭にも原因があるのではないでしょうか。その瞬間母の表情が変わった。母は明らかに怒った目で教頭先生を睨みつけきっぱりと言った。この子は悪い子ではありません。その迫力に驚いた教頭先生は言葉を失った。母は続けた。この子のやったことは間違っています。親の私にも責任があります。ですがこの子は悪い子ではありません。僕は思い切りビンタを食らったようなそんな衝撃を受けた。僕は湧いてくる涙を抑えるのに必死だった。母はこんな僕のことを本当に素晴らしい人間だと思っていてくれていたんだ。後で隠れて一人で泣いた。翌日から僕はタバコをやめた。万引きもやめた。仲間たちからも抜けた。その後中学校を卒業した僕は高校に入ったが、肌が合わなくて中退した。そして仕事に就いた。その時も母はこう言ってくれた。大丈夫、お前は素晴らしいんだから。ついついその社員の悪いところばかりに目が行ってしまうことがある。僕は心に誓った。これから僕が頑張ってお母さんに楽してもらうぞ。だけどなかなか仕事を覚えられなくてよく怒鳴られた。何度同じことを言わせるんだ。少しは頭を働かせろ。お前は本当にダメなやつだな。怒鳴られるたびに落ち込んだけど、そんな時僕の心には母の声が聞こえてきた。大丈夫。お前は素晴らしいんだから。この言葉を何度も噛みしめた。そうすると元気が湧いてきた。勇気も湧いてきた。いつかきっと僕自身の素晴らしさを証明してお母さんに見せたい。そう考えると僕はどこまでも頑張れた。仕事を始めて半年くらい経った時のことだ。仕事を終えて帰ろうとしていたら、社長が飛んできて言った。お母さんが事故に遭われたそうだ。すぐ病院に行きなさい。病院に着いた時母の顔には白い布がかかっていた。僕は訳がわからなくて何度もお母さんと叫びながらただただ泣き続けた。僕のために身を粉にして働いてくれた母。縫い物の内職をしている時の母の丸くなった背中を思い出した。母は何を楽しみにして頑張ってくれてたんだろう。これから親孝行できると思っていたのに。これから楽させてあげられると思っていたのに。葬式の後で親戚から聞いた。母が実の母ではなかったことを。実母は僕を産んだ時に亡くなったらしい。母はそのことをいつか僕に言うつもりだったんだろう。もしそうなったら僕はこう伝えたかった。血は繋がっていなくてもお母さんは僕のお母さんだよ。あれから月日が流れ僕は35歳になった。今改めて母にメッセージを送りたい。お母さん。僕とは血が繋がっていなかったんだね。
そんな僕のためにお母さんは昼も夜も働いてくれたね。そしてお母さんはいつも言ってくれた。お前は素晴らしいんだからって。その言葉がどんなに僕を救ってくれたか、どんなに僕を支えてくれたか。あれから僕なりに成長し、今は結婚して子供もいるよ。規模は小さいけど会社の社長になって社員たちと楽しくやっているよ。まだまだ未熟な僕だけど僕なりに成長してきたと思う。その成長した姿をお母さんに見せたかったよ。お前は素晴らしいって言ってくれたお母さん。その言葉は間違っていなかったっていう証拠を見せたかった。そしてそれを見せられないことが残念でならなかった。だけど最近気づいたんだ。お母さんは最初から僕の素晴らしさを見てくれてたんだよね。証拠なんてなくても心の目でちゃんと見てくれてたんだよね。だってお母さんがお前は素晴らしいんだからっていう時は全く迷いがなかったから。お母さんの顔は確信に満ちていたから。僕も今社員たちと接していてついついその社員の悪いところばかりに目が行ってしまうことがある。ついつい怒鳴ってしまうこともある。だけどお母さんの言葉を思い出して、心の目でその社員の素晴らしさを見直すようにしてるんだ。そして心を込めて言うようにしている。君は素晴らしいって。おかげで社員たちともいい関係を築け、楽しく仕事をしているよ。これもお母さんのおかげです。お母さん、血は繋がっていなくても僕の本当のお母さん、ありがとう。話はここまでだよ。母が亡くなっても母親のやってきたこと、支えの言葉は、一致の心の中に生き続けているね。実母でなかったことにも鳥肌が立ったよ。とても感動するお話だったね。このチャンネルでは、にちゃんの面白い話や感動する話を紹介しているよ。もしよかったら高評価とチャンネル登録していってね。